小生はアニメでも、泣いてしまうんですね。なんだか申し訳なく。諸小生は、泣かない八作先生はアバンガルドしないコルサみたいなもんだから。すみません八作先生。その泣き顔、予想以上に泣いてて笑ってしまいました。何これ回転させればいいの？赤ちゃんかな。どんな風に泣くのか楽しみ。脱出太郎思い出した。ゲームだと手で隠れるから新鮮だな。よかったうるさくない発散なんて発散じゃないもんな。手で覆って泣いていた時こんな顔してたのか。沖合ボイスの号泣シーンとか楽しみしかない。納得のキャスティング。想像するだにやかましい。八作先生の公式絵だけど、ハイライトはないんですね考える。みんな好みなんだよね。あと思った以上に青木が角張ってる。これ削除されてるね。ポピーの首のところ塗り忘れか10日で生首になってるって聞いたから確認したら確かに。あらほんとだ。やっちまったな。青木さんも全身立ち絵の方が触覚一本足りないんじゃね。いや角度的に見えないだけではって言われてたな。冷静に考えるとおっさんの泣き顔で盛り上がってることがそもそも面白い。ポピーも泣いてるのに泣き方逆では感すごい。いや八作がこっちの泣き方するのはなんか違うな。八作の旦那がやったらなんか草。チリちゃんの泣き顔見たかった人生処分。真ん中の撮影マシマシみたいな顔は何？あかん。好き。壊れないトレーナーを見つけため、ですかね。リコの撮影もいつか見れるのかな。チリちゃんだけ真横ないね。アシンメトリーのキャラの横顔は2パターン用意せなあかんねん。水泳の後の数学の授業こんな顔になるよね。例えが絶妙にうまくて草。声出して笑った訴訟。後編の号泣シーンの北上姉弟と並べたい。3パターンだけなのに大変個性が出ていますね。まとめオツ。個性大爆発集団すぎる。それにしても本当に四天王駆使されてるな。今までポケモンでこんなことなかったからこんなに押してよいんですか？という気持ちになってるよ。みんなフェイスアップなのに青木だけバストアップなの地味にじわる。一人だけカメラから距離置いてるみたいだ。マイクは声量足りなくて一人だけ近かった疑惑のある男だしな。やっぱり八作の旦那の泣き顔は迫真だな。真面目に授業受けなさいですよ柿つばたくん。イドポンの泣き顔に似てない？オガポン。八作先生の泣き顔の既視感やっと思い出した。ダメだ、この泣き顔見ると某号泣嫌疑しか浮かばねえ。青木さん、あなたにはわからないでしょうね。笑うはこんなん。チリちゃんのハイライト消すのは性癖だけどさすがに二次創作すぎて、って悩んでた石さんたちが、チリちゃんのハイライト消していいのか。って一斉に感知してたの笑ったわ。チリちゃんの目の白いのってどうこうなのかな。逆にこんな泣き顔のおじさんがテラスタルするときにあんなかっこいい顔すると思うとえげつないギャップなんですがそれは、アニメで見られますかね。面白いおっさんとも。アニメ画像見て思ったんだが八作先生スタイルいいな。ゲームではガニ股だしコルサとの体格差もあるからがたい良い方と思ってたけどアニメだとシッとまっすぐ立ってるし思ってたより足細長い。なんやチリちゃんくらい足長いやんこのおじさん。泣き顔だけでうるせえの伝わってくるのすごい。こういうの一番悔しいのはデザイナーだよね。俺も絵を描いてるけど書き忘れや書き間違いを見つけるとベッドの中で発狂しちまう処分。アニポケで良いドラゴンが見たい聞きたい。眉毛そこまでヘニョッと下がって泣くのね先生。うるさいけど泣き顔ちょっと可愛い。どこで泣くかわからないから八作に勝った後のこのくだりでやるのかもしれない。ずっはれらじい、小生感動時で、うぼうおい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 。八作おじちゃん泣かないで、いい子いい子ですからね。アニメでも青木の発言が八作の号泣で遮られるんだろうか。この顔神経好き。特に目がやばい。なんだかんだ愛されてる男。まだこんな泣き方するおっさんとは思われないだろう描写だったな。四天王再登場しそうで嬉しい。親御さんびっくりしますよ地上波でおっさんが号泣したら。マードック界ではおっさんが抱き合って泣いてたから問題ないぞ。ロイがコルサさんに挑む界でロッコリ出てきそう。その時にコルサン絡みで号泣シーン見れるかなと期待してる。AJ でコルサン発散と寄り合う中って書いてあったらしいしそこで泣くかはわからんけど何かしらの話題はどっちかから出ると思う。ネモガスケワから172らしいしセグレイブと比較しても慎重にもあるのでは。でっか。そういや小生って言わなかったね。